さあやってまいりましょう。手持ちの粒すべて紹介し終わるまで終わります。戦続きましてはコルドロンよりホーンドキングというものですね。ランダムで粒を消して高得点粒が出るよっていうことなんですけど、もはやこのコルドロンもわからないしホールドキングもわからない。そもそもこのフォルムのキャラクター自体を初めて見るっていうね。いや全くこれ何で出てきたキャラなんだろう。ディズニー映画だからアニメーションなんですかね、それともピクサー的なやつ。いやーわからん。後でちょっとググってみよう。何なんだろうねこれ。リアルに分からん。うん。なんだろう、クリスマス的なキャラで出てきたあれなんですかね。いやー、ほんまに分からんな。なんなんやろな、これ。怖いし。なんか、すげえ、消すだけじゃなくって。お、え？すごい。これはちょっと周りの粒を消すだけの効果っていうのは抜群かもしれないですね。音がちょっと生々しいけどね。ジュシュシュって、うん。なんかちょっと消したら毒にかかりそうな感じがするけど。ただ、うまいこと消せないなぁ、やっぱり。なんだ、単に高得点粒を出すだけかと思ってたら、普通にあれだね。消去もしてくれるっていう。しかもなんか結構ランダムに消してる感じしますね。ただ、これが果たして高額なのかっていう、高得点なのかというと、あんまりそんな気もしない。あれちょっと待って。あ、いけた。はい、消していきますよ。でもなんか微妙にやっぱ使いにくいかもしれないね。必要積む数は多いし、対してその消せるほどの数が出てきてるってわけでもないから、もうこれは運が悪いのか、それとも単純に、なんかペラペラ喋ってるおっさんが下手くそなのかっていうのは、っていうと、多分まあもうただ単に、ペラペラ喋ってるおっさんが下手くそなのだけが気がするけどね。とりあえずもう一回消しとこう。5秒間増やします。うん。いやー、なんとか間に合うのに。ジャッファーじゃない、ラジャーが消したかったー。はい。なんか、なんとも言えない感じのキャラだったな。コメントがしづらいっていうか。まあ、そんな感じで今日は終わります。じゃあね、バイバイ。